はい、お疲れ様です。ケマイです。いやー、ちょっとね、ディアブロ4の拡張が発売されて結構盛り上がってるんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあ僕結構やってある程度育成したんですけども、まあこれ知っといたらよかったなって思えるポイントがいくつかあったんで、まあそちらの紹介をしていきたいと思います。結構やっぱりこのゲーム知識ゲーなところもありますし、あとまあその復帰勢の方も多いと思うんですよね。あのシーズン1の頃というか、ディアブロ4発売のタイミングではプレイしていたんですけども、まあそこから飽きてやめてしまって、今回の拡張で、まあ、満を持して帰ってきましたよみたいな、まあそんな人も多くいるのかなというふうに思ってます。なのでまあそんな人にも分かりやすくここら辺がね、まあ変更入って知っておくと結構得できるよとか、知らないと損するよとか、そんな話をしていきたいと思います。はい、というわけでまずはね、あのクラスどれが強いのっていう話をしていくんですけども、まあぶっちゃけ好きなクラスをプレイすればいいと思うんですよ。ただまあ2つパターンがあると思っていて、初見の人、完全に初見の人はまあ自分の好きなクラスをプレイするでいいと思うし、逆にそのキプレイの人は新しいスピリットボーンっていうクラスが追加されているんで、このクラスで遊ぶっていうのが割とまあ新鮮なのかもしれないですね。全部のスキルが新しいですし、あとまあ結構ねビルドの幅というかやれることも多くて、まあ、かなりおすすめできるかなというふうに思います。なかなかぶっ壊れてるんじゃないかなというふうにも思うんですけども、あとはもう一点これ知っておくといいかなと思うのが、あの各クラスで新しいクラススキルとパッシブスキルが追加されています。だからまあローグだったらローグに新しいスキルが追加されていたり、バーバリアンだったらバーバリアンに新しい追加スキルがありますよみたいな感じで、まあ一応その既存のクラスにもかなりね手が加わっているので、まあそんな感じで自分の好きなクラスをプレイするんでいいと思うんですが、まあ過去のクラスにもしっかりね修正が入ってるっていうことは、留意しておくといいかもしれないです。はい、というわけでまあ始めましたと、一体何をすればいいんですかっていう方、いるんじゃないかなと思います。まずは本当に初見の人はアクトを1から進めるっていう感じで、あのメインストーリーをガツガツ進めていってもらえたら、まあおのずとレベルが上がってるんで、まあそれでいいかなというふうに思いますね。で、あのキプレイの方は7章を進めることで、まあレベルがだいたいね50ぐらいまでねサクッと上げられるようになっています。で、まあその6章までは今までのその拡張じゃない部分なんですけども、7章が今回この拡張で入った新しいコンテンツ部分なんですよね。なんでまあ新規のシナリオと新しいムービーとかそこら辺がたくさん入っている状態になります。で、だいたいねこれムービースキップするとまあ7時間ぐらいでおそらく、クリアまでいけるのかなという感じで、そのタイミングでレベルはだいたい50ぐらいになってると思います。なんでまあとりあえず始めたら、あのメインストーリーがあればそっちをクリアしていくっていう形で OK だという感じですね。はい、次、どの装備を溶かせばいいかわかんないっていう話なんですけども、このゲームずっとね遊んでいるとレジェンダリーがねポロポロ落ちるんですよ。こういうちょっとオレンジがかった、色の装備ですね。これ結構特殊な装備で、まあ、いろんなね特殊効果がついているんですけども、どう処理すればいいかわかんないと思うんですよね最初で。昔は実はこれまあ溶かした方がいいレジェンダリーと溶かさない方がいいレジェンダリーとかいろいろあったんですけども、まあ紆余曲折いろんなアップデートを重ねた結果、今全てのレジェンダリー溶かしてOK になりました。で、昔は溶かしたレジェンダリーの効果を他のね武器に付け替えて、それが1回切りしかできなかったんですけども、今はその1回切りっていうのがなくなって、1回溶かしたレジェンダリーの効果は以降無限に使えるようになりました。ここら辺がね結構昔と違う部分で、かなり効率的にいろいろレジェンダリーを付け替えられるようになったんで、まあ押さえておくといいかもしれないですね。なんでまあもう一旦溶かしちゃって大丈夫です。で、さらに1回溶かしたやつでも後からより強い効果を持ったレジェンダリーを拾ったら、それも溶かすと自分の手持ちの更新されるんで、もうどんどん溶かしちゃって OK で、今自分の手持ちに何のレジェンダリー効果化身があるかっていうのを見るには、このねコレクションのところから力の古文書、これ見ると今自分が持ってる解放したレジェンダリーの効果、まあ、化身って言うんですけども、これがまあ一覧でバーって見れるようになります。あとはね自分がよく使うやつをお気に入り登録とかしとくと、便利に付け替えができるというか、付け忘れとかが減りますね。なんでもうどんどんレジェンダリーはこの秘術師から力の古文書使ってどんどんね新しいレジェンダリーを作っていって問題ないんですけども、まあその素材の管理だけは注意した方がいいですね。結構なんか中盤以降
頻繁に装備を更新することになるんだけれども、まあなんだかんだ途中でまあこういう使用する素材がなくなってしまうってこともあるんで、そこら辺だけは注意してください。はい、次金作の話をしたいと思っていて、まあこんな感じで化身をねつけるとレジェナリー作るとまあ結構お金が必要になってくるんですよ。でここら辺どうするかっていう話なんですけども、序盤はね結構金がひたすら足りないんですよね。なんでまあ大体こう1対1くらいでもう解体と売却を行いながら、まあ、徐々に装備の解体の方の比率を上げていくっていう感じで進めていくといいのかなというふうに思います。でまあ一定ライン超えたあたりで素材もお金もある程度余ってくるので、まあそれまで結構ねお金に関してはこう耐えるっていう感じ。はい、次にねペットを使うっていう話なんですよ。ペットの機能が実はありまして、ディアブロ3とかやっていた人だったら、まあ、割と知っている機能かなというふうには思います。これもねシーズンの途中で入ったんですけども、まあアカウントにつき1回解放クエストをやっていれば OK です。でその解放クエストがどこにあるかっていうと、まあこの清馬車道の中に忠実なる伴侶っていうクエストがあるので、僕今ちょっともう解放しちゃってないんだけど、それ見つけてあげるとペットが使えるようになります。でペット機能も解放したら、このねクローゼットマークのワードローブ、ここまで行ってあげると、まあここにねペットっていう欄があるので、これクリックしてあげると、まあいろんなペットがいますよと。はい、まあ、可愛いっすよね。めちゃくちゃ可愛いんですけど、まあ何をしてくれるかっていうと、装備品以外のアイテムを拾ってくれます。だからまあ例えば素材とか、まあなかなかねこういちいち拾うのめんどくさいじゃないですか。あそこら辺をまあね完璧にこうバーって勝手に自動で拾ってくれるんで、まあ、めちゃくちゃ楽ですね。出したペットはずっとこう後ろをついてくる感じになります。はい、次傭兵解放しましょうねっていう話で、これ今回の象の器からの新機能となっていて、まあ、今僕このラヘアっていう傭兵がいるんですけど、この傭兵を解放してあげましょう。どうやるかっていうと、まあ、このね機能解放クエストっていう欄のところに多分傭兵解放のクエストがあると思うんで、それを進めてあげれば OK です。で傭兵は育成要素があってレベルの概念があるので、一緒に連れていくとだんだんレベルが上がっていくんで、たまに拠点に戻ってスキルを割り振ってあげるといいです。拠点はこのマップのこの緑のところ根城っていうところがあるんだけど、ここにと、まあ、こんな感じでいろんな傭兵の管理ができる、まあ、マップとなっていて、今回のこの傭兵システムには傭兵と遠兵っていうねこの2つがあるんですよ。別々のその支援してくれる傭兵を傭兵と遠兵にセットしてあげるっていうイメージ、まあ、要するにこんな感じで傭兵はラヘアを使っていて、遠兵はバリアナを使ってますよと。でこの2つ一体何が違うんですかっていう話なんですけど、傭兵の方はずっと後ろをついてきてくれて一緒に戦ってくれます。でスキルも結構バシバシ使ってくれます。衛兵の方は自分がどっかのスキルを使うと衛兵のスキルがトリガーとして発動するみたいな感じで設定できる感じですね、まあ、よりその傭兵よりもサポートに徹してくれるっていう感じかな、まあ、この機能はまず最初に解放してあげると楽です。はい、次ルーンのシステム、まあこれ今回から追加されたシステムで結構まあなんか難しそうだなと思うんですけども、意外と簡単でルーンワードっていうものが存在しています。これはまあこう上と下で合体できるようになってるんですよね。なんでこれでワンセットでルーンワードが発動するんですけど、上側のルーン儀式のルーンって言うんですけど、これで発動条件を決めます。で下側のルーンで発動するものを決めます。なのでこの2つを組み合わせてこういう装備品にセットすると、このスローまたは霊気効果以外の操作障害効果を与えるとローグのスタングレネードが発動しますよっていう効果になるってこと。なんでまあこんな感じで僕も設定していて、回避すると5秒間クリティカル率が上がりますよみたいなね。ルーンワードは全体の装備で2箇所までしか発動できないんで、まあ僕はこの2つで終わってるっていう感じで、後からこの刺したルーンを取り除くこともできるんで、もう気にしないでどんどん使っちゃって大丈夫です。はい、次レベリングについてなんだけど、だいたいこうアクト7を進めるとレベル1からレベル50ぐらいまで上がるんですよ。ただまあ途中のねレベル25くらいのタイミングで各地の拠点を解放するのを、まあ、すごいおすすめします。まあ拠点っていうのはこういう赤いマークがついてるところですね。いろいろあると思うんだけれども、これなんでいいかっていうと、まあこのねレベル25ぐらいのタイミングで解放するとだいたいねレベルが 1.25 レベルぐらい分ね経験値もらえるんですよ。なんで結構効率よく中盤のちょっとねレベルが上がりにくくなってくるタイミングを乗り越えることができるんで、まあこれはね途中で一旦、まあ、レベル25ぐらいのタイミングで一旦ねメインクエストをストップして、まあ気ままにこう拠点を解放してあげるっていうのはいいかもしれないです。ちなみに僕はこの拠点解放の経験値馬っていうのを後から結構気づいたんで結構余っちゃってるんですけど、はい、まあそんな感じですね。はい、あとはクラスの機能解放もやってあげてくださいっていうところで、どのクラスもレベル15か25でその
のクラス固有の特殊能力みたいのを解放するクエストが出てくるんですよね。それは絶対に優先的にやってあげてください。強さが変わってくるんで。でどうやったらわかるかっていうと、ここの機能解放クエストのところの欄にクラス固有のクエストが出てると思うんで、それやってあげると解放できます。まあこの機能解放クエストっていうところにあるやつは結構重要なクエストが多いんで、まあ、やってあげといていいですね、とりあえず。はい、次に難易度についてなんですけども、まあ、レベル上げに伴って、まあ、難易度を上げれば上げるほど経験値が美味しいという仕組みになってます。まあここに書いてあるんだけれども、ノーマルだと普通なんだけど、ハードだと、まあ、経験値が 75% 増加しますよとか、エキスパートだと 125% ですよとか、まあ、いろいろ書いてあるんですけども、あのこの難易度システムが基本的に今回の拡張で全部一新されて、こんな複数の難易度に分かれました。その難易度の解放条件に関しては、自分の解放してないこの鍵マークがついてる難易度に合わせると、まあ、こんな感じで何をすれば解放できるかっていうのが表示されるようになってます。で難易度選択はこのね、企業馬車の最初の拠点の難易度選択っていうこのね、泉っぽいところに行くと変更することができます。でこれちょっと詰まる人も多いかなと思うんだけど、トーメントの解放方法なんだけど、これケリガーっていうところに行って、ここにね、ポータル起動装置っていうのがあるんですよ。でこれ押してあげるとこんな感じで奈落を選べるようになるんですね。このティア20をクリアするとトーメント1が解放されて、まあこのティア35をクリアするとトーメント2を解放するみたいな感じで、これがまあ高難易度解放のトリガーになってます。昔まではこのね、奈落に行くのもナイトメアダンジョンを深い層をクリアしなくちゃいけないよっていう制約があったんだけど、今回のパッチからナイトメアダンジョンのティアもなくなって、こっちに全部集約されました。でしかもまあいつでも行けるんで、で素材さえあればいくらでも行けるっていう感じで、この素材なんだけど基本的にヘルタイドとかナイトメアダンジョンをクリアするともらえる。まあ素材系に関しては、実はこのステータス画面のステータスと素材っていうところの、これね、自分のまあ欲しいなと思ってる素材にカーソルを当てると、だいたいこんな感じでもらえますよっていうのが全部一覧で表示されてるんですよね。なんでまあ欲しいと思った素材はこれを確認してあげるといいんじゃないかな。はい、次、プレイしてる最中にきつくなってきたら、まあその強さ的な問題できつくなってきたらこれやろうねっていう話で、はい、焼き戻しっていうシステムが採用されました。これ何かっていうと、こんな感じで自分の装備品に対してとんでも効果をつけることができるんですよね。まあ、例えば基本スキルのダメージが 50% から 70% アップとか、とんでもない数字なんですよね。これを1装備につき2個つけられるんですよ。なんで自分のメインで使っているスキルの焼き戻しをうまくやっていくと、まあ、めちゃくちゃまた火力が伸びるんで、これはね絶対やった方がいいです。あとはもちろんレジェンダリーをたくさん作るとか、まあ、そこら辺もやっていってあげてください。ちなみにこの焼き戻しに関してはかなり序盤から使えるんで、まあ、かなりね劇的に火力は変わりますね。なんでまあちょっと火力出ねえなと思った時にここら辺を見直してあげてください。はい、てな感じでバーっとちょっと喋っていってしまったんですけども、まあ以上が新しく象の器始めるにあたって、まあこれ覚えておいた方がいいかなと思ったポイントです。まあなかなかちょっとね、知識面がものを言うゲームではあるんで、そのちょっと馴染むというか覚えるまで大変かもしんないんですけども、まあぜひねここら辺の知識を使って効率よく進めてあげてくださいという感じで、今回これで終わります。この動画ためになったよと思った方はぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。最近かなりチャンネル登録伸ばそうと頑張っているんで、ぜひご協力くださいという感じで、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。